はい、どうもこんにちは、ちるこです。おつちるです。私が楽しければあなたも楽しい。今日も動画頑張っていきたいと思います。今日はですね、サムネね、見て通りなんですけども、一番くじワンピース匠の譜、皆さんくじ引きましたか？もうね、激アツの、フィギュアがいっぱいある中でエースがいるじゃないですか。はい、これは引かないとと思ってたんですが、確か来年の1月にもっとさらに激アツなフィギュアが出るんですよ、一番くじ。あのサイト行ってね、見てほしいんですけども、三兄弟の三兄弟のねフィギュアがあるんですよ。あ、これはちょっとこっちの方を揃えたいと思いまして、ちょっとそっちにね、お金を費やそうかなと思ってたので、今やってる一番くじのはちょっともう欲しいけど我慢しようって思って引かないでいたんですよね。動画も上がってないですもんね。ですが、ですね、プレゼントしていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃーん、もうありがとうございます。本当にですね、たかしさんのオフ会を通じて、それ以来ね、ずっと仲良くさせていただいてる方から、ちるこさんよかったら被ったので、結婚祝いということで、エースどうですかって言っていただいて、マジですかっていう感じで、もうこんな嬉しい結婚祝いはもう本当に、ないです。開封してね、どういったフィギュアなのかを、やっていきたいと思います。いきます。では早速ね、開封していきたいと思います。エースは B 賞ですね。セブンイレブンに寄るたびに、眺めておりました。もう眺めるだけはただだからと思って、もうエースと思って見てたんですけども、なんかエースだけ箱がでかかったですよね、他のキャラクターに比べて。きっとこの炎のこのこれが大きいんだと思うんですけども、結構大きめですよね、箱が。はい、すごいですよね。はい、こんな感じです。はい、ではね、早速開けていきたいと思います。じゃん、おお、あ、なんか説明書が書いてありますね。ラストワン賞って書いてありますけどね、違いますもんね、これはね。ラストワン賞は白黒のエースですよね。エース、エース、エース、ドーン、おお、はい、開けていきましょう。はい、ドーン、いやー、腹筋腹筋がすごいですね、この火がすごい。いやじゃあちょっと組み立てます。はい、組み立てました。すごいです、躍動感。やっぱちょっとでかいですね、
この周りがこの炎があるから、で台座でこの3本1本はエースを支えて、もう2本がこの炎をね支えるようになっております。うん、すごいですねよし、では詳しく見ていきたいと思います。はい、というわけで、ちょっと場所を変えまして、詳しくねこちらのフィギュアを見ていきたいと思います。はい、でまずはね表情から見ていこうと思います。エースだね、エースですね。すごい、今にも、この炎がこちらに来そうです。素晴らしいです。それでこのエースの表情なんですけど、おでこにあの血管があるんですよね。2本分かりますかね。すごい細かいなと思って、素晴らしいです。で口の中とか見えるんですよこれ。あ、ちょうどライトで今ね口の中が見えてる状況、わかるかな。口の中まですんごい再現されてます。一応ね正面がこの角度になるんですよね。なのでちょっとこの正面から見ていきたいと思います。はい、でこのエースの文字ね、でここの腕のところから、この腕のところからもちょっと炎がねちょっと出てるんですよねどうでしょう。そしてこのね、このこれも動くんですよ、ちゃんとこの装飾品素晴らしいです。そのナイフとこのポーチも合ってて、ちょっと黒っていうか、ちょっとなんかこのズボンの質感もちゃんとなんかこう表現されてて素晴らしいと思います。はい、でこのエースのね、なんかこの独特の靴ね、裏とかどうなってるのか、あ、裏もちゃんとなってますね。うん、すごい。それでなんかこう後ろ姿がかっこいいって素晴らしいですよね。どういうことかっこいい人って本当後ろ姿もかっこいいってもんですよね。でこの親父のねマークもしっかり入っております。入ってて、ね、このエースのねベルトってこうチュロンってなってるんですよね。これがちゃんとなってるねライザーは何もなしですね。なんか黒いシンプルに、これこういう何も書いてないシンプルな台座ですね。はい、では違う角度からも見ていきましょう。はい、腹筋ねこの腹筋ね素晴らしいです。でこのネックレスが、あ、ちょっと固定されてます。ちょっと動くけど後ろでちょっと固定されてるっぽいですね。で思ったんですけど帽子かぶってないですね、そういえば。うん、帽子がない、帽子がかぶってないですね。うん、まあかぶってなくてもいいけどかぶっててもいいよまあどっちにしろどっちでもいいんですけど。うん、それでこの危険、この炎出してる手、なんかこの手からこううわうわって感じですよね。わかります？なんか語彙力がないんですけど私、この手からこの炎を出してますぜっていう感じで、炎を見るとなんかこっからも出てるけど、なんか下から出てるっていう感じかな、どうなんだろうな。なんかここが赤くて
なので炎的にはこのうわーっていう、こう下から上にわっていう出てるような感じがしますね。うん。で、あとここの足からもうここからうわっていう感じで上に炎が出てる感じします。はい、ちょっと比較で、このフィギュアを持ってきました。ワンピースマニアがエースを作ったらこうなったっていうね、もう本当に最高の作品ですよね。こちらの開封動画も、上げてるのでよかったら見てください。まさかの大号泣してしまったっていう、それぐらい素晴らしいもうフィギュアなんで、はい、このエースに比べるとちょっと少しなんか痩せてるというか、ちょっと小さいかなっていう感じがしますね。うん、背格は同じなんですけど、ちょっとこちらの方がちょっと大きいかな。うん、でこちらは、ちょっと見えないんだけど海軍の、服装のエース、結構私お気に入りなんですけども、はい、こんな感じですね。このエースと比べるともう全然、もちろん全然違いますね。まあ、この3つ並べるとこんな感じですね。まあ、小さいけども、でもなんかすっごい躍動感があって迫力がありますね。すごい素晴らしいと思います。はい、というわけで、一番くじワンピース匠の系譜 B 賞のエースフィギュア開封していきました。いやー、すごいね、本当に、ありがとうございました。このエースはね、本当に諦めてたので、こうやって、ここに来てくれて本当にありがとう、エース。そしてこんな素敵なプレゼント本当にありがとうございますすごい嬉しいです。これはね、もう本当に大事に飾って、眺めてね、ニヤニヤしたいと思いますはい、ということでした。皆さんはね、このエースフィギュアゲットしたのでしょうか。なんかね、こう何回引いて、フィギュアゲットしたとかね、よろしければコメントで教えてください。はい、ということでした。今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。